危機の神観念さんね、スサノオの神は一川嵐川、はたまたオロチの霊なる剣かと、まあここでまあ、その帰り道にですね、まあ、オーロでは孫だった吉備の武彦はキロでは孫ではなかった。熊瀬の申し出で100人ほどの兵士が護衛に着くと言ったが断って、三つ木と荷を運ぶ10人ほどが加わって、もう武彦は気軽に話し合いになって、用事と、まあ、一緒に帰ってたということですね。道中を楽しむで、スサノオは荒ぶる神、その実態はあるし、剣、凶暴な侵略者というわけで、これは何ほど言ってるかというと、クマソタケルの名前を引き継いだら、クマソタケル魂が山田タケルの中で生き続けるなんていうことは本当にあるんですかと、竹彦に聞いたわけですね。そうしたら、ね、竹彦はまあ何でも知ってるんで、名前はその人の記号に過ぎないのでしたら、名前というのは記号です。タケルの名を引き継いだとて、熊曽タケルの魂が生き続けるなんてことはありません。そんなことはただの迷信に過ぎないとも言えます。しかし、熊曽タケルは志半ばで倒れたのです。もっともっと活躍したかった思いは未練として残っているのではないでしょうか。それでタケルの名を継いでもらえば、山田タケル様の中にまだ自分たちはいて活躍できると思いたい、その切実な気持ちが巫女に伝わっていれば、巫女はタケルという名前を聞くたびに熊曽タケルに後押しさせる、される気持ちになられるでしょう。それが熊曽タケルが大和タケルの中に生き続けているということだとも受け止められますね。まあ、前ほど説明したわけですね。要するに魂なんて本当はあるかどうか分からないけども、大和タケルにしてもなんかこう活躍しなんか場面で熊曽タケルから名前をもらった熊曽タケルね、わしら山田タケルや熊曽タケルからもらった熊曽タケルが応援してると思ったら頑張れるんちゃうん。それがまあ熊曽タケルが生きているということやあましいかね。というわけで手高く、俺はヒーローとして活躍しなければいけない。陽一は手高く胸を張ったのである。それにしても未だに信じられないのが、あの荒くれの熊曽の兵士たちが、頭を目の前で殺されたのに、その大和タケルって殺されたわけでしょ。だからみんなで、まあ、仇を取ればいい、まあ、酔っ払ってたから、まあ、動けなかった連中も多いわけですが、しかしまあ相手は一人ですけどね、まあ必死になって頑張って、そのやっつけようと思えばやっつけられたはずなのに、やっつけに来なかったということでね、たとえ熊曽タケルは成敗できても生きては帰れないだろうと思っていたわけです。もうなんとみんな従ったわけですね、貸し手がやられた。それは何でかというわけでね、吉備の武彦もうなずいた。まあそうはびっくりしたねというわけでね、あの時眠気としびれに押されながら事態の驚愕の展開に、さすが荒くれの熊曽の兵士たちも震え上がっていました。単身で乗り込んで二人の首領を成敗してしまった勇者はただの人間ではない、きっと神の化身に違いない。それも荒ぶる神、の化身に違いない、ね、すなわちスサノオの化身に違いないと思ったのです。やつらは大和タケルはスサノオの再来だと口々にそうつぶやいておりましたというわけでね、それで恐怖に身を震わせ地面にひれ伏して狂人を精いっぱい表現したのです。というわけで、要するに神だと思ったから逆らっても勝てないと、何十人何百人何千人かかっていってもね、この恐ろしいね、スサノオの化身やったとしたらね、絶対勝たれへんやんか。まあ、スサノオというのは嵐の神、嵐がまあ
頼んだんですね。だからこのもう大嵐に人間立ち向かってもどうしようもないわけです。それと一緒ですわ。だから大嵐のような侵略者、激しい侵略者とこういう感じで、まあ、立ち向かったら死体の山が築かれると、まあそういうふうに思ったわけですね。巫女がもし荒ぶる神スサノオの化身だと思い込めば違ってきます。スサノオは嵐をもたらし山を崩し森の木々を根こそぎに大地を海中に沈めてしまうのです。スサノオが兵を動かせばその過ぎ去ったところはおびただしい死骸の山が築かれると言われ、たとえ単身でも数万の軍勢が蹴散らされると恐れられています。数万でもですね、やっつけられ一人にやっつけられてしまうというふうに、まあ、思い込まれているということですね。まあ、そういうわけでこういうふうな死体の山が築かれるに違うかということですね。この写真はありますけれど、この写真は実は何の写真かと言いますと、これ見た時にですね、フランスの新聞社はですね、これは広島の写真違うかと、原爆写真ちゃうかと思ったらしいですね。ところがこれよく見たら違うかったんですね。なんかこう背景とかいろいろ見たら、これで何の写真かということですが、これは関東大震災の時に広場に避難した人たちが日の広場に曲がっていきまして焼け死んだんですね。だから広場やったら、まあ、火を避けられると思ったわけですね。周辺の建物燃えてても広場に逃げた。ところが火の勢いがものすごく激しくて、の広場も火の海に飲み込まれてしまったんです。それで、この数千人が焼け死んだということですね。まあ、こういう、まあ、残虐なことがあったということですね。まあ、その神観念というのがね、日本ではですね、そういう嵐が神であるとか、その嵐の化身である侵略者が神であるとかね、それから刀ですね、その侵略者が持っている刀、ね、が神であると。でスサノオノミコトは雨の村雲の剣というのでそれをあとは大和たけるが手に入れまして、大和姫から預かってね、で蝦夷征伐の時にねすごく、まあ、力になったという話があるから、まあ、そういうものはスサノオの化身なんですね。スサノオの神なんです。ですから大和たけるもスサノオの化身と思われたということで、まあ、そういう独特の、まあ、神観念を持っている。それは危機の神観念というのはユダヤ教、キリスト教、ヘブラなんかのヘブライズムの神観念とは違うと。ヘブライズムでは神は唯一絶対の神であり、その唯一神が宇宙、コスモスを創造されたことになっているわけです。まあ、日本の古事記日本主義の神観念というのはそういう自然の脅威だとかそういうものが神、危機の神は驚くべきもの、恐るべきもの、大切なものが神である。で前出てきたのはあれですよね、食事が神だったですね、命を与えてくれるから大切な神である。 でっかい広告などは神として祀られ、珍しい鳥も神とされ、恐ろしい嵐や疫病も神である、まあ、死神という、死も神であるわけですね。ですからそういうものをですね憎んではいけないんですね。で神として祀ってお願いするということですよね。あまりにも激しい形で襲わないでくれと、ね、いう形で神と、まあにお願いをして、たたりをできるだけ少なくしてもらうと、ね、だから命を与えてくれる日々の食物も神なので、人間が作った道具類も神である場合が多いと。
鏡、剣、まがたまというのは神であるものですね。まあ、剣はスタノの御事、雨の村雲の剣になっているわけですね。鏡は八田の鏡といってね、それはアマテラス大神は鏡、うん、で、つくやみの御事はまがたまですね。ですから古事記でアマテラス大神はですね、父親のですね、イザナギの御事に、イザナギの神にですね、まがたまをもらうんですよ、アマテラスはね。それで3人の子供、三騎士、アマテラス、ツクヨミ、スサノオというね、三人兄弟ですけど、それに対して、父親のイザナギの御事はですね、プレゼントを、やらなあかんわけです。でその時にアマテラスにだけですね、アマガタマの首飾りをあげてるわけですね。ほんでツクヨミとかスサノオにあげてないんです。でここがおかしいでしょ。なぜかというと三鬼神で三つの渦巫子、渦神を生んだというわけですね、尊い神を生んだとね。ほんでそれは天下を支配すべき神であると言ってるわけです。にもかかわらずね、アマテラスにだけ、そのネックレスをあげるというのはおかしいですよね。だからこれは作り変えられてる、7世紀だってちょっと話を書き換えられてるんです、ね、ですから 本来なら三鬼神に、その三鬼神にふさわしいプレゼントをやっているはずなんです。アマテラスだけじゃなくて、そしたらね、その三鬼神っていうのはじゃあ誰に何をあげるかっていうのをおのずから分かるでしょ。スサノオには剣に決まってますよね、雨の村雲の剣。しかし雨の村雲の剣は出雲で行った時に山田の命を退治してこう手に入れたわけだから、そうじゃないわけですね。雨の村雲の剣じゃないんですね。でもアマテラスが、アマテラスじゃない、そのスサノオにイザナギがやるとしたらやはり剣でしょうね。それは大きな剣を、やったということですね。それは後で分かるわけですけど、それから当然アマテラスでは何をやったかと、それはもちろん鏡をやったはずですね、まがたまじゃなくてアマテラスだから。ところがアマテラスはまがたまをもらったことになってるんですよ。でつくよみが本当はまがたまをもらわなかったんですね。でつくよみも何ももらってない、それでその時スサノオも何ももらってない。アマテラスだけまがたまやってる。だからこれはもう書き換えてる、書き換えるというか、前は結局交渉っていって口でのお話しかなかったわけですよ。ほんで天皇旗国旗というものを聖徳太子の時代に書いた時に初めて文章化されたわけです。でその時に作り変えたわけですね。それはなぜかというと、そのアマテラスに鏡をやって、つくよみにまがたまやってたら、お潮耳の御事をですね、産むことになる、そのスサノオとつくよみの受け入れというのを、ね、があるわけなんですけど、その時に結局まがたまをつくよみがスサノオに与えて、スサノオはそれを噛んで、するところをですね、ツクヨミとアマテラスがすり替えてますから、だからその時にアマテラスが受け入れをスサノオとするので、その時にそのまがたまを持ってないとあかんわけですね。鏡では何であかんかというか、鏡っていうのは用なんですよ、いいんじゃないんですね。ですからその受け入れっていうのは、お互いのものを取り替えて子供を産む受け入れっていうのはセックスと関係があるんで、男と女の神でやらなければいけないんです。ですからその
持ち物もですね、陽のものでないと男は、女は陰のものでないといけない。だからアマテラスを女神にしたから、陰のものであるマガタマをやらなきゃいけなかったんです。だからこう最初にプレゼントをやる時も本当は鏡をやったはずなのにマガタマをやったことにしている。そうしたらもう月読には何もやれなくなるんでしょ。鏡やるわけにいけないからね。鏡だろ、アマテラスのもんやと思ってるわけやからね。だからアマテラスに抱き物だった、まあ、そういうことで、だから鏡、剣、マガタマというものが、あの三種の神器、ね、後になりますよね。だから鏡っていう、その太陽神の国は鏡、ね、剣は出雲のね、スサノオの国の剣でしょ。マガタマは月読の国である、つくしの国の、まあ、宝。それが三つの和国の宝が統合されることによって和国統合ということで、三種の神器によって和国が統合されるという話なんですよ。本当はね、元はそうやったわけ。だけど7世紀に結局アマテラスが大和朝廷の祖先神だと、それがもう最初から神武の時代から西日本を統一してみたいに、統一していたみたいに書いたためにですね、話が作り変えられてしまったわけなんですね。まあそういうことなんですけど、ところで、竹彦よ、我がスサノオの現れとなって大和武郎になるという場合、スサノオの神霊が、ね、憑依するのか、それとも我が身がスサノオの身体となるのか、どちらなのであると。まあその何を言ってるかですよ。スサノオの神が自分に乗り移るのか、それとも自分の体がスサノオの体になるのか、どっちなんやと、聞いたわけですね。その竹彦は困って、さてそれは難問でございますな。まだこの時代に霊という言葉はあまり使われていなかったような気がします。古事記という本の中に、本文には霊という言葉がなかったわけですね。ですから、でもまあサニワというのはありましてね、確かに巫女が神がかりになって神寄せをするサニワというのはございます。しかし巫女がスサノオの現れとなられる場合は、体全体がスサノオだと思われますというわけで、巫女自身がまあ、だからそのスサノオ勇気をね発揮することによってスサノオのようなまあ神になったということでしょうね。それをこの竹彦は言いたいと思いますね。スサノオの霊が乗り移ったというよりも、巫女自身がまあ勇気を振り絞って、縦横無尽に活躍したことによって巫女の体がスサノオの現れになったというふうに受け取られたんじゃないか。まあそういうわけで古事記の、まあね、王の安丸の序文に一度陰と陽をここに開けて、二霊軍品の祖に成田舞記、二霊のことはイザナミの見落としの意味である、その以外には霊という文字が出てこないということですね。まあそういうことで、本文には霊という言葉はないんです。日本書紀には霊という文字が出てきますね、でも古事記には出てこないということですね。で、神というのは目に見えない霊というイメージで捉えてはダメだということかという日本的な神観念を聞いたわけですね。まあ、そういう誤解が多いですね。つまり霊が宿っているのが神やみたいなね。神を目に見えない神霊とだけ同一してはダメです。古木が神という場合、木に宿っている精霊を神としているというより、古木自体が神なのです、ね、だから恵比寿の信仰の中にコロボックル信仰という木の精霊信仰がありますから、紛らわしいけれど、まあ全然なかったわけじゃないね。恵比寿にはコロブッコル信仰はあったと
で、もともとでも木に対する信仰というものは、木それ自体が信仰の対象、木の中に木の霊が宿っているなんていう信仰は絵見氏にはあったけど、古事記なんかでは認められないですね。で、蛇が信仰されるのも蛇に神霊が宿っているからではなく、蛇が霊的存在なので、神であるということですね。だから蛇自身が信仰の対象、まあ、そういうわけでよくアニミズムっていう言葉で、理解されるけども、それは要するに霊が宿っているという信仰でも、アニミズムと読めるような、まあ、表現は古事記には少ないわけですね。むしろその、さっき言ったその鏡にしても剣にしても、マガタマにしても、それ自身が神であるわけなんですね。そしてどう、まあ、そういうことで蛇が信仰されるのも、蛇に神霊が宿っているからではなく、その蛇が霊的存在なので神である、つまりそのものが霊であるということですね。霊がそのものに宿っているんではなくて、ものが霊なんですということです。と、何を言っているかと言います、霊と物というのは対極概念においてね、物は霊ではなく、霊は物ではないというふうな観念を物心二元論的に持っているわけですね。そういう物心二元論、精神的実体としての霊があるという考え方はもともと日本にはなかったわけです。ですけど、それはもちろん仏教とかキリスト教とかいろんな宗教入って後に入ってきますから、紛ら混ざってしまって、わけ分からなくなってしまっているわけですね。で、まあ、霊的な信仰にしてもですね、何もその未開時代から霊的な信仰というのは各地にありますので、霊的な信仰は、まあ、文明の信仰だけに限らないわけですが、しかし、その和人だとか、まあ、日本の信仰の主流がそうであったというわけではないということですね。物がそのまま神として、まあ、祀られていたのが日本の信仰の、まあ、主な姿ではないかったかと思われるわけです。まあ、そういうことで、で、どうも納得できないのは、それから荒ぶる神サノンを理解するときに全く実体としては違っていた事物を同一してしまうことがある。荒ぶる神は大屋島では大嵐がイメージされる。大嵐がやってきたらスタノンが来たと考えるだろう。また大嵐みたいに暴れまくる侵略者もスタノンだとみなされる。高間ヶ原で暴れて追放されたスタノンは出雲にやってきて、たちまち剣で権力を打ち立てる。その場合に征服者がスタノンとみなされる。また彼が征服に使った雨の村雲の剣もそれを持つ者を天下無敵にするのでスタノオの化身だという。だから嵐と征服者と剣はそれぞれ事物事象としては実体は異なるけれど同じスタノオの神になってしまう。そこが重要わからんということですね。だからスタノオをね、まあ、実語が主語になっているのですとね。で、スタノオは荒ぶる神である、大嵐は荒ぶる神である、ヤマトタケルは荒ぶる神であるという、この荒ぶる神はこう実語やったのが、あるいは雨の村雲の貫きは荒ぶる神である、つまり似た性質ですね。荒ぶる神という共通性がある。そうするとその荒ぶる神の名前がスタノオ、するとそれが全ての主語になって、スタノオは大嵐でもあるし、ヤマトタケルでもあるし、雨の村雲の剣でもあるということになると。だからスタノオを 一個人の身体ののみに限定できないということであるということでね。だから要するに名前があると、なんかその名前にあたる実体っていうのは一つの人物や個人があって、それの名前やと思い込むから、たくさんのものに共通した名前だとは思わないわけですね。
でも日本の神観念ではそうじゃなくて、荒ぶる神っていう、まあ、恐ろしいような暴れまくるようなものは皆荒ぶる神になってしまう、同じ一つのスサノオの現れというふうに受け止められるということで、そういうのを実語論理というんですね、共通した、まあ、性質があれば、その性質に名前が付けられて、それがそのものが全部それの現れになってしまうということですね。で、坂木修司は調子に乗って説明を続けた。そして神の名は神話的にはこういう名詞だけれど、そのことにこだわってはなりません。その時代その時代にその時代のスサノオが現れる。だからスサノオというのは一つの中ある時代の決まった一個人の名前とか一つの嵐の名前ではなくて、大嵐が来たらスサノオが来たとこうなるし、凶暴な侵略者が来たらスサノオが来たってなるわけですね。その時代のスサノオというのがあるというわけでね、この前も、要するに 3.11 の、ね、大震災がありましたでしょう。あんなもスサノオがやってきたようなもんですよね、あの津波なんか考えたらね、まあ、そういうことです。ね、だから極端な話、海の親で海の神である御落とし、イザナギ、イザナミの御事は我々の夫婦の営みとして現れ、命を生み出しておりますし、さまざまな生命活動、生産活動を通して国々を続けていると捉えるのが神道的な捉え方なのですと。まあ、御落としというのがあって、イザナギ、イザナミがさまざまな国を生み、神々を生んだでしょ。それと同じように我々の、まあ、夫婦の営みによって子供を産むということは、だから今もスサノオ、イザナギ、イザナミの夫婦心が我々として生きていて子供を産み続けている。で、我々産業活動をするでしょ。で、国の富を生み出し、国家を作っていると、そしたら国民をしていることになるということですね。だからイザナミ、イザナギの御事っていうのは我々と別にあるんじゃなくて、我々の生き方として我々自身の中に生きていると考えられるわけなんですね。だからイザナミの神は神話では死にますけれども、火の神を生んで仏が燃えて死んでしまえって黄泉の国に行ってるけれども、でも今でも夫婦は元気に命、元気に命を生み、暮らしを生み、国を生んでいるということが言えますよね。だからその神話上神でもその神は今でも生きていると、それは我々自身の活動の中に生き続けているということである。神というのはだから事物や、まあ、人間のですね、外にあるんじゃなくて存在のあり方が神である。国を生み、人を生み、生んでいく活動、それがイザナミの、イザナギ、イザナミの御落としの活動であるし、大嵐で暴れまくったりする嵐の活動、人間の、まあ、暴れまくる活動、それがスサノオであるというふうに言えますよね。だからそういう神というのは事物や人間の存在のあり方なんですね、をそのすごい、感動を呼ぶようなすごい激しいような、あるいはどういうんですか、手に負えないような、まあ、恐ろしいような、そういうものは全て神であります、ね、だからそういうものを神として、祈ってですね、そしてその神の気持ちを理解して、神と常に対話をしましてですね、お願いをして、ね、あんたの気持ちはよう分かると、暴れたい気持ちはよう分かると、でもその暴れられたら私たちの暮らしもあるから、まあ、ほどほどにしてちょうだいっていうふうにお願いをするわけですね。そういうふうにして、人間はですね、神々と共に生きているし、自分自身も神々の現れとして活動しているということなんですよね。まあ、そういうふうに
捉えると神道もまあ生きた信仰になるということであります。なんか自分の外にあるいは自然の事物の外に神がいてそれが取り付くとかそんな風な捉え方はもともと日本の神道の伝統的な捉え方ではないんだということで、で、危機の神観念の特色を整理しなさいと、人々が驚き恐れる対象が神とされた。特に暮らしに大切な自然、動植物、命を脅かす嵐や疫病なども祈りによって暮らしを守ってもらったり幸いをもたらさないように神として祀られた。また神は全く異なった姿で現れることもある。アマテラス大神は太陽、鏡、巫女の姿を取るし、スサノオの神はスサノオの巫女だけでなく、嵐や雨の悪魔の剣、大国主の巫女、ヤマトタケルなどの姿を取って現れたということだよね。特に日本の神観念はもともとは自然的な事物や人物がそのまま神であって、事物や人物に神霊が宿るという捉え方をは副次的なものであったが、神道は理論的に厳密なものではないので次第に区別がつかなくなったということですね。要するに神霊というものが宿っているというふうな捉え方が、まあ、だんだん有力になってきたわけなんですけど、もともとはそんなにそういう考えは有力ではなかったということです。ですからよくその神々がその自然の中に宿っているというわけで、なんか 霊が、まあ、実体としてあって、それが物に取り付いてるみたいな考え方が あって、で万物に霊が宿っているアニミズムの伝統があったというふうに、それがまあ主流みたいに、よく言われて民間というか人々の間でそういうふうに思い込まれている節がありますけれども、一個ずつ の神を取り上げて検討しますと、そんな主流ではないですね。そういう考えはそれよりもむしろ素朴にそのものが神であると信仰されているということであります。